ハロウィンのお化け。今日はハロウィン。お化けたちが人間の世界に行ける一年に一度の特別な日です。やっと人間界へ行けるぞ。僕はたくさんいたずらするぞ。今年こそ子供を探して魂を持って帰るんだ。ワクワクざわざわしていると、ハッピーハロウィン、お気をつけていってらっしゃい。骸骨の門番が人間界への扉を開きました。家族に会いに行くお化け、いたずらしに行くお化け、みんなそれぞれ嬉しそうに門を飛び出します。人間界に着いたお化けのドロロンは、人間いないかな、子供はいないかな。子供の魂を探そうと町をふらふら。すると、どこからかいい匂いが漂ってきました。なんて甘くて美味しそうな匂い。ドロロンは匂いにつられて一軒の家の前にやってきました。コンコンとノックすると、中からブルブル震えた人間が出てきて、これあげるからいたずらしないで。美味しそうなケーキをくれました。今度は隣の家をノックすると、やっぱりケーキをくれました。面白くなったドロロンは、お菓子をくれなきゃいたずらするぞ。脅かしながら町中の家を回りました。すると、どの家の人間もハッピーハロウィンとケーキをくれました。たまに何もくれない家もありましたが、そんな時ドロロンは家の中を荒らして、お菓子を好き勝手に全部盗んでしまいました。お腹いっぱいになったドロロンは、また子供の魂を探し始めました。でも、どこを探しても、外にはお化けやゾンビの姿しかありません。子供どころか大人の人間もなかなか見つからないのです。おかしいなあ。どうしてハロウィンになると人間がいなくなっちゃうんだろう。ドロロンが首をかしげていると、ランタンを持った気味の悪いおじいさんがこっちにふらふら歩いてきました。人間がどこにいるのか知ってる？そう尋ねると、おじいさんは気味悪く笑ってそのまま行ってしまいました。教えてくれたっていいじゃんか。ドロロンが文句を言っていると、あのおじさんに話しかけるなんて勇気あるね。あの人は生きてる頃に悪いことばかりしていたせいで、天国にも地獄にも行けずに、ずっと長い間ランタンを持ってさまよってる不気味な人なんだよ。近くにいたお化けが空へふわふわ上がりながら教えてくれました。空を見上げると、いつの間にやらうっすらと明るくなっていました。もうお化けの世界に帰る時間です。ドロロンは明るくなっても帰らないお化けやゾンビたちを不思議に思いながら、たくさんのお菓子とケーキを抱えて骸骨のいる門へと飛び立ちました。お化けたちがいなくなると、町では残っていたお化けやゾンビが着替えたり顔を洗い始めました。すると、たちまち人間へと大変身。今年も無事お化けに化けて見つからなかったね。見つかったら
化けの世界へ連れて行かれちゃうもんね。人間たちはみんなお化けの格好をしていたのです。無事にハロウィーンを楽しんだ人間たちもそれぞれの家へと帰っていきました。おしまい。お化けの肝試し。日が暮れてみんなが家に帰る頃、町の片隅ではお化けの子供たちが起きてきました。ああ、おはよう。もう夜か。まだ眠いや。今日は何して遊ぶ？肝試しはどう？それいいじゃん。仲良し幽霊お化け兄弟のゆういち、ゆうじ、ゆうぞう、今日の遊びは肝試しに決定です。三人は薄暗い森に向かいました。怖がりのゆういちはガタガタと震えています。ゆっくりゆっくり森の奥へと進んでいると、どこからかガサガサと音が聞こえてきました。ゆういちは思わず二人の影に隠れます。すると木の影からにゃんと猫の鳴き声がしました。なんだ、猫か。ほっとした三人が先に行こうとすると、と気持ちの悪い女の笑い声が聞こえてきました。三人が怯えながら辺りを見回すと、声と一緒ににょろりと長い首が見えました。正体は六六首です。長い首の先にある顔はにたりと笑っていて、とても不気味でした。それを見た三人は、なんだ、六六首じゃん、がっかり顔になりました。六六首はお友達のママなのです。何してるの？肝試し。気をつけていってらっしゃいね。六六首とわかると、三人はまたゆっくりと進みました。しばらく歩くと、草むらで女の人がしくしく泣いているのが見えました。誰か泣いてるよ。三人は怖くなってその場から逃げようとしましたが、三人に気づいた女の人はこちらを振り向きました。振り向いた女の人の顔は目も鼻も口もないのっぺらぼうでした。それを見た三人は慌てて逃げるのをやめました。のっぺらぼうはお隣に住んでいるお姉さんだったのです。こんにちは。きちんとご挨拶をして先に進んでいきました。またしばらく行くと山小屋がありました。その山小屋からはシャーシャーという音が聞こえてきます。これ何の音？三人が恐る恐る近づくと、山小屋から大きな包丁を持った鬼ババアが現れました。三人は鬼ババアを見た途端急いで逃げました。
ほらお前たち、こんなところで何やってんだい。ごめんなさいばあちゃん、もう帰るから。鬼ばばあは三人のおばあちゃんでした。たくさん走った三人は少し休むことにしました。すると、ひたひたと誰かがゆっくり近づいてくる音がします。ねえ、誰か来るよ。どうせまた知ってる人だよ。そっと木の陰から覗いてみました。すると三人は、出た、大きな悲鳴を上げました。足音の正体は肝試しに来ていた人間でした。お化けは人間がとっても怖いのです。お化け。人間も三人のお化けを見て叫びました。人間はお化けがとっても怖いのです。お互いの叫び声に驚いたお化けたちと人間はもう一度ギャーッと叫ぶと、別々の方向へ全力で逃げていきました。おしまい。眠れる森のお化け姫。あるお化けの国のお城でお姫様が生まれました。お化けの王様は国中のお化けを呼んでお祝いをしました。お祝いには12人の天使もやってきました。だけどただ一人、13人目の天使だけはお祝いに呼ばれませんでした。実はお城には天使たちの使うお皿が12枚しかなかったのです。お祝いに呼ばれた天使たちは次々に進み出て、お化けのお姫様に贈り物を捧げました。きれいなお化けになれますように、人を脅かすことがうまくなりますように、誰よりも怖がられるお化けになりますように。そして12人目の天使が進み出た時です。城中に恐ろしい声が響きました。よくも私をのけものにしたね。お前は15歳の誕生日に人間界へ行き、そのまま二度とこの国へは戻ってこれないのだ。13人目の天使はそう言うと消えてしまいました。実は13人目の天使はお祝いに呼ばれなかった悲しみで悪魔に変わってしまったのでした。大変だ、どうすればいいのだろう。お化けたちは大騒ぎです。すると12人目の天使は、お化け姫様は人間界へは行きません。もし扉を開けてしまっても100年の間眠るだけ。それから立派なお化け王子様のキスで目を覚まし、そのお化け王子様と結ばれるでしょうと魔法をかけました。だけどお化けの王様は心配でたまりません。国中の人間界への扉を一つ残らず封印してくれ。命令を受けたお化けたちは人間界へ続く扉をすべて閉鎖しました。お化けの王様もこれでほっとしました。やがてお化け姫はすくすくと大きくなって15歳になりました。ある日のことです。お化け姫は一人でお城の中をふわふわお散歩していました。どんどんお城の上へ上がっていくと小さな入り口がありました。まあ、
こんなところに部屋があったなんて。ここには何があるのかしら。おばけ姫が扉を眺めていると、おばあさんおばけがどこからかやってきました。中に何があるのか見たいのかい？ここは何のお部屋なの？おばけ姫が聞くと、人間の世界だよ。そう言うと扉を開けました。何も知らないお化け姫は扉をくぐりました。その途端、人間の叫び声が聞こえました。お化けが出た。人間の叫び声が聞こえると、おばあさんお化けは笑い声を上げ、どこかへ消えてしまいました。実は呪いをかけた悪魔がおばあさんに化けて、お化け姫を待っていたのです。悪魔の呪いがお化け姫の体に回る前、12番目の天使の魔法が始まりました。お化け姫は魔法の光に包まれると、ゆったりと倒れて、そのまま眠ってしまいました。魔法の光はお城全体を包みました。するとお城の時計がぴたりと止まりました。それだけではありません。なんと空を飛んでいたお化けたちも浮いたままで眠り、ネズミを追いかけていた化け猫は屋根の上で眠り、料理を温めていた火の玉も眠ってしまったのです。何もかもが眠ったお城の周りで、蜘蛛の巣だけが増えていきました。蜘蛛は土の中にいて、魔法にかかっていませんでした。そして長い年月が過ぎたある日、立派なお化け王子が蜘蛛の巣のそばへやってきました。ここが蜘蛛の巣城か。ここには美しいお化け姫が眠っているという話だが。お化け王子は蜘蛛の巣をどんどん食べ、お城の中へ進みました。少し進むと、突然蜘蛛の巣がスルスルと動いて、お化け王子に襲いかかりました。お化け王子は襲いかかる蜘蛛の巣をどんどん食べますが、いくら食べてもキリがありません。とうとうお化け王子は蜘蛛の巣にぐるぐる巻きにされてしまいました。もうダメだと思った時、突然蜘蛛の巣がみるみる消えていき、お城へ続く道まで現れました。ちょうど今日が100年目だったのです。お化け王子はお城へ行くと、お化け姫が眠っている部屋に入りました。なんて綺麗なお化けのお姫様だろう。お化け姫を見つけた王子は思わずキスをしました。すると眩しい光がお城全体に放たれて、100年眠り続けていたお化け姫の目がパッチリと開いたのです。いえ、お化け姫だけではなく、お城中が眠りから覚めました。化け猫はネズミを追いかけ始め、お化けコックは火の玉を鍋の下に放り込みました。空を飛んでいたお化けたちも何事もなかったようにまた飛び続けました。眠りから覚め、すべてのことを知ったお化けの王様は城中のみんなに言いました。皆の者、悪魔の呪いは解けたぞ。さあ、結婚式の準備をするのだ。今度はちゃんとお皿を全員分用意するのだぞ。城中のお化けたちは大喜びです。準備もあっという間です。
お皿はちゃんと13枚用意しました。もちろん呪いをかけた悪魔の分です。結婚式が始まりました。パーティーが終わる頃、悪魔がやってきました。しょんぼりしている悪魔をお化け姫が席に座らせると、みるみるうちに元の天使の姿へと変わっていきました。それからは国中みんなで仲良く幸せに暮らしました。おしまい。ジャック・オー・ランタン。昔々、お酒ばかり飲んでいるジャックという男がいました。ジャックは怠け者で、嘘ばかりつくずる賢い男でした。あるハロウィンの日、ジャックがいつものようにお酒を飲んでいると、人間の世界に来ていた悪魔と出会いました。ジャックはたくさんお酒を飲みすぎてお金が足りなかったところだったので、これはちょうどいいと酒代を出してくれと悪魔にお願いしました。悪魔が断ると、酒代を出してくれたら俺の魂をやるよ。その代わりに最後に一杯飲ませてくれ。そう悪魔に約束をしました。それならいいだろう。悪魔はコインに化けると酒代を払おうとしました。けれどもずる賢いジャックは悪魔の苦手な十字架でコインを押さえつけると、元に戻れないようにお財布にしまってしまいました。元の姿に戻れず困った悪魔は、これから10年間ジャックの魂を取りに来ないと約束しました。それから10年後、ジャックが田舎道をふらふらと歩いていると、またあの悪魔に出会いました。約束の10年が経ったので、ジャックの魂を取りに来たのです。ジャックはため息をつきました。そうか、わかった。でも、最後にどうしても大好きなリンゴが食べたいんだ。この木に登って取ってきてくれないか？悪魔はジャックの悲しそうな顔を見て、最後の願いを叶えてやりたくなりました。よし、リンゴを取ってきてやろう。木に登った悪魔はジャックに一つリンゴを渡しました。するとジャックは持っていたナイフで木に十字架を刻み込んでしまったのです。十字架が苦手な悪魔はそのまま木から降りられなくなってしまいました。困った悪魔はこの先二度とジャックの魂を取らないと約束しました。それから何年も経ちました。ジャックはおじいさんになり、ついに死んでしまいました。これからは天国でのんびりするか。ジャックは天国へ行きましたが、悪いことばかりしていたので天国の門を開けてもらえませんでした。それじゃあ仕方ない。ジャックはとぼとぼと地獄へ行きました。地獄に着くと、あの悪魔に会いました。悪いが、お前の魂を取ることはできないんだ。約束だからな。悪魔はジャックとの約束を覚えていたのです。ジャックは地獄へも入れてもらえなくなりました。じゃあ一体俺はどこに行けばいいんだ？困ったジャックが悪魔に聞くと、元いたところに帰るんだな、と悪魔は答えました。その夜は真っ暗で、風がとても強い日でした。寂しく不安だったジャックは、最後に悪魔に光をくれないかとお願いしました。すると悪魔はジャックに地獄の炎をくれました。炎が風で消えないように、ジャックは大好物のカブをくり抜くと、その中に
炎を入れました。ジャックは株のランタンを手に持つと、この世とあの世を行ったり来たり、今もこれからも永遠にさまよい続けているのです。おしまい。